さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。2019年2月、アジア系アメリカ人の大学生38人が南会津町を訪れました。外務省が行う架け橋プロジェクトの一つです。対日理解促進プログラムは日本政府が、このプロジェクトは日本を理解してもらうこと、発信してもらうことを目的としたプロジェクトです。有名な小原湿原は海原に囲まれ、ワタスゲやニッコウキスゲなどおよそ5000点にも上る文化財をはじめ、失われつつある奥会津の伝統文化をとの祇園祭りと並び、日本最大の祭りに数えられるのが会津田島祇園祭です。おごそかで豪華絢爛な七穂会場が行われ、多くの観光客で賑わいます。質問も熱心です。はじめは郷土料理や祭りなど目に見えることへの質問が、後半は町の政策や人口問題などを熱心に質問しました。What are the age demographics of the city? Like how many students and how many, how are the universities here? The population of the town is about 16,000 and about 40% of them is 65 or more or older. Thank you very much.町を訪れて2日目、12班に分かれ地域でホームステイしました。立井は水引き、五十嵐恵子さんのお宅には3人の女子学生がホームステイしました。屋根は伝統的なかやぶき屋根、理想館と呼びます。はい、今日は3人ね。はい。Wait, take a photo of me with your camera. Okay. Wait, I want to go in the, I want the icicle. Ah! Oh, so cool. Oh. 私一緒に行きます。三人は雪の原を漢字記ウォーク。雪はキラキラと光っていました。みんなすごいよ。弁護士になりたいって言ったり、お医者さんになりたいって言ったり、すごい。そういう人たちが応募してきてるんだもんね。雪も止んできましたね。お疲れ様。お疲れ様って。福島県終わり、ここでそうここ一番どん詰まりなの、西の西南の果て。お昼はお餅、いただきます。はい、どうぞ。はい、赤さん、美味しい。美味しい、本当。じゃあいっぱい食べて、たくさん、もっともっと。うん、これ餅ね、と小豆、ぜんざいかな、お汁粉かな。はい、なんかあるかな。じゃあみんなでそばを、そば打ちを、習います。Okay, we're making buckwheat soba. そば打ちです。じゃあ、やってもらえますか。うん、次ね。次ね、はい。この地方独特の打ち方があります。There's a unique way in this region of making bowls.
ありがとう。じゃあ、それをこれから習うのね。うん、ハート、ハート。うん、今度反対、待って待って待って。こうして、今度こっち。うん、アメリカでもそばはそばだそうです。初めは通じない英語も打ち方、伸ばし方と身振り手振りで楽しく会話ができました。一回に伸ばさなくて、あ、これくっついちゃうと大変なんだ。ここくっついちゃうと、ちょっとずつ、うん、ここでストップ、うん、こっちで、うん、ここでストップ、うん、はいはい、はい、できました。包丁を引いてくる、so slide it down、うんうん、Sharon、 あやもうごめんなさい、うどんかもしれない。 No、 おお、一緒に体験し十分通じ合うことができました。友達がいます。友達、私の友達は前に行きました、うん、はい、うん、聞いた。ミーは私に応募するよう勧めました。Yes, I want to go back to Japan and visit Oka-san again. Oka-san, hi. Oh, thank you. Thank you. Hi.